陸洋状態の MCM 型スタンフレックス、モジュールスタンフレックスシリーズの2、タイプスタンダードフレックスとは、軍艦の設計コンセプトの一つ。装備をモジュール化することで、乾燥、更新を容易にし、運用の柔軟性を高めることを目的としており、1980年代末より、デンマーク海軍において、順次採用されている。1980年代初頭、 デンマーク海軍は3艦級の小型艦艇を代替する必要に迫られていた。しかし、これらの艦級に属する22隻の全艦艇を1対1で更新することは、財政的制約から困難であり、より少ない席数でできる限り効率的に任務を遂行することが求められた。この要請に応じて開発されたのが、スタンダードフレックスコンセプトであった。 これは装備をモジュール化し任務に応じて適宜に換装して機動的に運用することにより軍事資源を適正に配分し効率的に任務を遂行できるという分析に基づいていた本コンセプトの初適用鑑定として開発されたのが SF-300 型であり1983年から1984年に行われた研究では モジュール3個を有する16隻の SF-300 型によって、従来は3艦級、計22隻の艦艇で行われていた任務を、代替可能であると見積もられた。SF-300 型は、フリーベフィス研究所改定として1985年より、建造に入ったが、財政的問題により、建造数は2隻削減され、計14隻となった。また、 これ以降に建造、改修されたデンマーク海軍の戦闘艦全艦が、スタンダードフレックスコンセプトの適用を受けており、これにより、装備の標準化が実現された。スタンフレックスモジュールの開発、製造は、モンベルグトルステン社によって行われている。各モジュールは、ステンレス製で、大きさは、全長3メートル、全幅3.5メートル、全高2.5メートルである。 このコンテナ上モジュールの中に核用途の装備を搭載し、モジュール単位で艦艇に搭載することになる。モジュールの要項は15トンの移動式クレーンによって行われる。装備の物理的乾燥作業は30分以内に完了し、乾燥された装備は数時間以内に使用可能な状態となる。使用していないモジュールは不安定な乾板上ではなく、 安定した陸上の屋内で管理することができることから維持・管理のコストは大幅に削減された。また、整備のために装備を陸上げしなければいけない時でも、その艦艇は違う装備を搭載して任務に就くことができることから、艦艇を手持ち無沙汰にしておく必要がなくなった。スタンダードフレックスコンセプトの初期構想では、必要に応じて装備を乾燥し、 官邸を複数の役割に投入することも考慮されていたが、実際には、基本的には、各官邸の任務は固定されている。スコット、リチャード、フレキシング、エースナップ2、フィットフリート、ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー、ファースバース・ミニステリアット、ダンスク・ファースワール、グローバルとエンゲージメント、バレッタ・ニング・フラ・ファース・ワールス・コミッショナン AF2008。 ありがとうございます。